じゃあ相模原監督会見始めます。北さん、北川監督お疲れ様です。まあ、前半の、まあ、無失点を喫したっていうのがこの試合において大きな、ことだったと思うんですけれども、それも含めて、はい、まずその立ち上がりだったりその前半のパフォーマンスっていうのがどうだったのかっていうのを教えてください。まあ、僕らは僕らでやっぱ順位を上げたいっていうすごく重要な時期にあるので、まあ、今ちょっともがいてる感じはある中でなんとかっていうことで今週も一生懸命トレーニングしてきたんだし、あと相手の状況を選手にももちろん伝えて、まあ、松本からすれば昇格が絶対の目標のチームで、今そことはかなり開きがあると、彼らからするとこの試合はあるいはここをもし落とすと昇格っていうものはもうほぼなくなるかもしれないっていう、そういう状況にあるチームなんで、だからこそ、まあ、応援ももちろんたくさん来るし、まあ、その中で襲いかかってくるということを、まあ、全体としては休養してで下がらずにやっぱり相手に向かっていく部分と、まあ、裏返す部分と、そこから試合にしっかり入っていくぞということは、まあ、選手も意識して取り組んだとは思うんですけど、もちろんプレースピードの速さと、まあ、こぼれ球を取る部分と、まあ、1失点目に関してはセットプレーからの流れだったんですが、やっぱりボールが切れるまで笛が鳴るまでやっぱりボールプレーを続けなきゃいけないっていうことが、まあ、出てしまったんじゃないかなとは正直思いましたし、やっぱりボールサイドのところに人が、まあ、足りてないのかどうかちょっとまだ見てないんですけど、まあ、遅かったっていう、だからゴールに向かってプレーをさせてしまった結果が、まあ、失点ですし、まあ、相方で失点をした時に、まあ、試合が難しくなることは事実だと思うので、まあ、そこに関してはトレーニングも積んではきてるんですけど、もう一回やっぱり自分も見直さなきゃいけないと思いますし、そういったところで失点をすること自体は、まあ、もったいないと思うので、まあ、あとやっぱ相手 の、 強みですね。小松がいたり低いがいたり、まあ、ワイドの選手もたくましかったり、まあ、キックも持っているので、まあ、個々人の特徴も踏まえて準備はもちろんしたんですけど、まあ選手が恐れてプレーしたと僕は思わなかったですし、簡単な場面も作ってたんですけど、やっぱり相手 の、 その前にガン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 来る勢いをもっと裏返したかったなというところが、まあ、前半もコアももちろんあって、まあ、裏返しながらうまく敵陣まで入った場面もあったんですけど、そこに関してはもう少しできたかなとは今は思ってます。で、まあ、前節の少し課題として、まあ、ボールをつないで自陣からずっとこう前進することが大事なわけじゃないですけど、もう少し、まあ、クリーンな形も目指しつつ相手のプレスを少し止めたり外したりというところで、まあ、トレーニングもしてきたので、まあ、そこに関しては、まあ、国広も含めて怖がらずにプレーをして、もちろんその中で引っかかった時もあるんですけど、まあ、うまく前進ができそうな場面とできた場面もあったとは思うので、だからその中で前半2失点したっていうのはやっぱり試合を難しくしたのは事実かなと。もちろんそこに至るまでにコーナー捉えてるので、コーナーがどのような形で捉えたのかもしっかり見なきゃいけませんし、やっぱり向かってくる相手、こっちがまず向かなきゃいけないってところでどれぐらいできたかっていうことと、まあ、向かってきた相手をしっかり、まあ、外すっていうのはすごくこう細かく外すってことだけじゃなく、勢いを使った中で相手の薄いところにボールを持っていくっていうところができた部分もあったと思うんですけど、どれぐらいできたのかな、もっとできたのかなというところはまた見なきゃいけないかなと思います。ディフェンスラインを、まあ、前節から山下選手以外を変えてっていう形だったと思うんですけど、はい、ディフェンスラインの評価と、また左もずっと橋本陸選手が出てたところに若林龍選手が起用しました、はい、まあ、そのあたり新たに出た選手たちの評価というのはいかがでしょうか。前節の試合後の会見で、まあ、選手をその状態でって話も出したと思いますし、まあ、トレーニングが全てだって話はもちろんチームにはしてきているので、まあ、そこでまた今週1週間見させてもらって、最終的に決めたのが今日のメンバーですと。もちろんその先週から今週にかかるところでの練習試合も J1 のクラブと対戦させてもらって、まあ、すごく良いものが見えた選手もいましたし、まあ、直近の試合だけじゃなくてここ最近の見直せた時に少しこう変化をつけたいなっていうポジションが、まあ、今日に関して言えば左のワイドだったりはしたので、まあ、そういう意味では龍に期待をして、
突破の部分もそうですし、前に鋭くこう向かっていくプレスもそうですし、それがどれぐらいできたかっていうのはもちろんいろいろあると思うんですけど、まあ、トレーニングも含めて見せてきてくれたものを今回はチョイスをして、で試合には臨みました。で、まあ、国広に関してはまだまだフィジカル的に90分というところが課題だったりはするんですが、まあ、非常にビジョンがあってボールが運べてしっかり出せる選手だっていうのは今日も見せられた部分はあったと思うので、それがどれぐらい彼が自信を持ってプレーできるかっていうのが、まあ、一つ今彼が超えるか超えられないかの壁だとは思ったんですけど、まあ、試合だと少し話したんですけど、まあ、彼からすればできた部分もあったと思うので、まあ、次にまずはつなげてもらいたいと思いますし、でレンタに関してはおそらく痛めてしまった部分があるのでちょっとそれは心配ではあるんですが、まあ、体のサイズもありながら体も効く選手ですし、まあ、育成の時も左のセンターバックやったところもあるので、まあ、シンプルに正確に、まあ、もちろん守備がベースになりますけど、まあ、今日に関してはやっぱり19番、15番で6番、それから29番、もちろん48番のミサイルバックも出てくるので、まあ、ここを抑えることももちろんすごく重要なテーマには最終台はなったので、一瞬でカウンターも打ってきますし、クロスもいっぱいたくさん入れてくるので、まあ、その上で攻撃もできるかどうかというところをトレーニングで見させてもらって、で山下だったら、まあ、前半にも若林のところまで背後に持っていったボールもあって、まあ、もっともっと蹴ってもらいたかったなというのはありますけど、ボールをしっかりクリーンに運び出すだけじゃなくて裏返すとか、もちろんヘディングの競り合いとか、まあ、そういったところをトータルに見させてもらって、その3人に許可しました。まあ、今ちょっと結果というところでいうと、はい、まあ、北九州との大一番勝って以降、はい、今4試合まあ、勝ちがないという状況です。はい、まあ、チームとしてもちょっと今苦しい時期にあるのかなと思うんですが、そこを打開するために戸田監督としてはどういうことを考えていますか。はい、まあ、選手がどういったことをこう気にして意識して今プレーしているかというところは、またこういろいろ対話をしながら知りたいなとは思ってるんですけど、まあ、残りがこう少なくなってきた時にやっぱり上がりたいんですよね。大きく上がっていけるきっかけになりそうな試合も実際ありましたし、それは勝てそうだなって我々が感じて勝てなかった試合があった時に、それで落ち込んだままトレーニングが始まっているということはないです。もちろん宮崎の試合もそうですし、その中で今もちろん北九州戦の後に勝ち星来てないので、そういったものがもちろん相手の状態ともちろん順位もまあ関係はするんで、簡単な試合はまあもちろんないですから、まあ、愛媛もそういう意味では上手くて速くて、やっぱりそのね、入れ替わってしまったところで失点したってところは実際あるし、まあ、今日もやっぱり1点目なんか正直僕はもったいないとは思いますし、そういったところがやっぱり勝負をちょっと難しくしたりというところは今現在ちょっとこう続いているので。でまあ、ゴールに迫る場面も作れてないわけじゃないと思うので、まあ、さっき翼に別にお前が決めなかったから負けたとは思ってないとは伝えましたけど、やっぱりそういった場面をできるだけたくさん作りながら、逆に言うと失点をしないようにもう少しこう自陣での研ぎ澄まされたものも必要かもしれないというのを今同時にちょっと感じていて、でそうですね、まあ、実際にここでは2試合相手のレベルはまた上がったと思います。今日も個人の能力も高いし勢いもあったし、それをやっぱり上回るだけのもののところまで、まあ、自分がチームをやっぱり導けなかったっていうのが事実だと思うので、まあ、そこはまた僕もしっかり見直さなきゃいけないですし、なんかいた形で失点をするってことは何かが多分足らないんだろうなって今僕は思っていて、前節の愛媛戦のまあ、後半の最初の失点も何かがおそらく足らないんだろうなと思ってます。で愛媛戦の後に、まあ、愛媛 の、まあ、関係者っていうのかな、どういうふうに愛媛さんが前半を感じてたのかとか、まあ、いろいろ聞きましたけど、まあ、僕らができたできていたっていうものが彼らにとってやっぱり嫌だったものもあったし、その中で彼らは試合を変えに来たし、まあ、そこで変えられてしまったところがあるんですけど、まあ、できるだけその良い時間にもちろん点を取るっていうのは
重要なことではあるの でその良い時間をどれだけ試合の流れ作れるかということは、まあ、自分にとっては選手交代も重要なテーマになるので、まあ、ここはまた今自分に刃向けてしっかりあの振り返らなきゃいけないと思ってるんですけど、試合を始めてどう作ってどう変えてでどう終わらせるかというところは、まあ、負けてるということはうまくできてないということなので、これはしっかり自分があの反省をして反省する振り返らなきゃいけないですけど、よくよく考えなきゃなと思ってます。ピッチャーこちらで終了します。